泣いている女の子。小学生の頃だから20年以上前の話。学校が終わるといつも自分を入れて4人で遊んでいたんだ。だいたい公園とか神社とかで、走ったり右四駆とかで遊んでた。確か小5の夏だったと思う。神社で遊んでいるとき、泣いている女の子がいた。なんか泣いてるのがいるな。めんどくさいから公園に行こうぜとか話していたら、女の子がこっちに来たんだ。お母さんいなくなっちゃった。話しかけられた時はもう泣いていなかったけど、目を腫らしていて小さい声で言ってきた。多分小学校低学年で、自分たちよりも年下に見えたな。俺たち知らないよ。その辺で待ってれば来るんじゃないのって感じであしらって公園に行こうとしていたんだけど。一緒に探してくださいって俺の手を掴んできたんだ。振りほどこうとしたけど、すごい力で掴まれていて驚いた記憶がある。みんなは、めんどくさいなとか言って、関わらないようにしようとしてた。でも、真剣にお願いしてるし、手を離さないのが分かっていたから。ちょっと一緒に探してやろうぜって言って、みんなで探すことにしたんだ。女の子は、この神社にいるはずって言うから、みんなで境内を回ったんだけど、誰もいない。5分もあれば一周できる程度の広さしかないんだ。女の子に、本当にここにいるのって聞いても、絶対にいるとしか言わないから、1時間はぐるぐる回ってた。お母さんらしい人、というか、誰にも会わなかった。それで夕方になってきて、疲れたし、見つかりそうにもないから、交番に行こうという話になったんだ。そうしたらいきなり、女の子が怒鳴り出した。一緒に探してくれるって言ったじゃない。あなたも私を放り出すの？そんなのばっかり。嘘つき。許さない。そんな感じで突然叫んで、俺の手を離したと思ったら道路に走り出した。そこに車が来たんだ。危ない、と思った。それなのに車は何もなかったかのように通り過ぎていった。俺たちは何が起こったのか全然わからなかった。四人とも道路に女の子が走っていって、確実に跳ねられるタイミングだったところは見てる。でもぶつからずに車は普通に走っていった。急ブレーキなんかもなかった。気がつくと女の子は道路の向こうにいた。こっちを向いて、無表情で俺たちを見てた。で、次の車が横切ったと思ったら、次の瞬間にはもういなかった。ただ、道路の向こうにいた女の子を見たのは、俺だけだったんだ。あの3人は何も見ていないと言ってる。みんなで同じ方向を見ていたはずなのに。あれ、おかしくないか？ひょっとして、幽霊？そんな話をして、俺たちは怖くなって帰ることにした。それから俺たちは神社には行かなくなった。なんか怖いし、話にすることもあまりなかったと思う。それから1ヶ月くらい経って、
俺はその女の子に再会した。夏休みに家族で行った遊園地のプールだった。波が出るプールで一人で遊んでいるとき、急に足をつかまれた感触があった。潜ってみたらいたんだ、女の子が。水着じゃなくて、この前と同じ格好で。水の中なのに、普通にしゃがんで俺の足をつかんでる。俺はパニックになってバシャバシャしていたんだと思う。気がついたら監視員に助けられていた。それ以降その女の子を見てはいません。彼女は一体何だったんでしょうか。勧誘。最近在宅で仕事を始めたんだけど、昼間の訪問とか勧誘って結構あるんだね。荷物が宅配できたりするんで、インターホンを PC につないで、仕事しながら対応できるようにしてる。面倒な時は許す。そしたら何人かに一人、インターホンに映らないところに立つんだよ。新聞とかなんかの勧誘や、イルスを使っている時にもなんだけど、位置関係から言って、ドアを開けた時、影になる側に立ってる。レンズが魚眼だから、結構広い範囲をカバーしているんだけど、そこに映るのは、立ち去る時に影が一瞬見えるだけ。一回、イルスを使いながら、覗き穴から覗いてみたら、ドアの蝶つがいの側に人影っぽいものが見えた。多分本当に端っこに、いきなりドアを開けたらぶち当たるくらい密着して立ってるんだよ。で、昨日、やっぱり新聞の勧誘で、そういう立ち方をする奴が来て、その後同じ新聞社の別の勧誘が来たから直に出て、さっきも違う人が勧誘に来たよって言ってやったんだ。そうしたら、ここの担当は俺だけですけどって。と思って。じゃあ、お宅の名前を使って訪問してる奴がいるよ。インターフォンに映らないように立ってて。そう話したら、注意しときますって言って帰っていった。さっきもなんかケーブルテレビみたいなのが来て、やっと気がついたんだけど、あいつ、昨日の偽新聞と同じやつだ。というか、多分これまでも見えないように立っていたのは全部同じやつ。俺、どうしたらいいんだろう。学園祭の準備。うちの大学は、毎年学園祭でワンフロア全部使ってのお化け屋敷が恒例のイベント。それがまた、毎年何かしら不可思議な事件が起きるんで有名。一応作業開始前と撤収後に、神主様にお祓いをしてもらっているんだけど、前回の学祭でも色々とあったらしい。そのうちの一つで、俺の友人が体験したらしい準備期間中の話。その日も例年のごとく、大人数で夜作業時間ギリギリまで準備作業を行っていた。大方は、自分の荷物を持って外付けの階段から一階まで降りたんだけど、先生と残り数名は機材の確認をしてから、全員で一気にエレベーターに乗り込んだ。エレベーターの扉を閉める前に先生が、おい、もう誰もおらんな、と、フロア全体に響くように声をかけたところ、はい、います、
奥の教室から声が。一応フロアの電気を落とす前に、先生が確認に回ったはずなんだけど、確かに誰かの声がした。ああ、俺、確認してきますよ。そう言って、エレベーターの手前の方にいた A 君が、フロアの確認に行くことに。しかし、走って出て行った A 君が、いつまでも戻らない。仕方なしに先生がフロアの確認に回るも、返事をした生徒も A 君もいない。先に階段で降りてしまったんだろうか、と首をひねりつつも、みんなで一階に降りると、そこには A 君の姿が。お前、先行くんだったら声かけてけよ。みんなエレベーターで待ってたんだぞ。え？俺、みんなと一緒に階段で降りましたけど。他の生徒に聞いても、先に一階に降りた生徒と A 君はずっと一緒にいたとのこと。そして、エレベーター組に確認すると、A 君は自分たちと一緒にいたという。しかも、さらに話を聞くと、先生がフロアに向かって声をかけたとき、返事が返ってきたという人が半分、何も聞こえなかったという人が半分。作業時間は過ぎていたから、長々と検証もできず、どっちにいた A 君が本物で、声の主が誰だったかは分からずじまいだそうです。病院。あれは27歳頃のことでしょうか。体の具合が悪くなって、半年近く入院をした時のことです。その病院の B 棟階段の一番下の階段には、夜な夜な女性の霊が出るらしいんです。私はタバコを吸いに夜中抜け出し、一服した帰りにその階段に行きました。息をゴクッと飲みながら、全身に震えが来ていましたが、気になっていたので確認しに行ってしまったんです。うっすらとですが、髪の毛の長い25歳くらいに見える女性が、体が薄黒くなりながら、階段を登ったり降りたりしていました。霊感のある私は、辛そうに悲しそうな顔をはっきりと見てしまったんです。霊も私に気がついたのでしょう。こちらをギョロッと目をパッチリさせて見てきました。私は怖くなって祈りながらその場を去りました。寂しい顔をしていた女性が入院患者だったかは不明です。私が見る限りでは手術着に見えましたから、おそらくはこの病院で亡くなった患者さんでしょう。未だに成仏できていないのを感じます。二度とあの階段には行きたくない。エレベーターありますよね。正常に動いているはずのエレベーターが急に動かなくなったことも体験しました。夜中に毎日タバコを吸いに来るおじさんがいたんですけど、その日亡くなったんです。私が思うに、おじさんの仕業だと確信しています。いい人だっただけにお悔やみ申し上げます。私は仕方なく階段を降りてタバコを吸いに。人っ子一人来ていない喫煙室。シーンとしている中一服していました。もうお分かりでしょう皆さん。おじさんはタバコを吸いに笑顔でやってきたんです。亡くなったことに気がついていないんでしょう。挨拶をしてきたので
こんばんはと言いました。美味しそうに吸った後、私に言いました。部屋にお見舞いに来てくれてありがとう。そう言ってきたんです。お礼をしたおじさんは、すーっと姿が消えていなくなりました。私は涙を流してうなずきながら、心の中で、こちらこそお世話になりましたと念を送りました。長い入院をしていると、いろいろと体験してしまいますから、霊に取り憑かれやすい人は、くれぐれもお気をつけくださいね。貴重。2年前の夏、友人5人で海の近くの民宿に出かけた。夕方まで海水浴をして、全員が腹ペコになってた。民宿の主人が漁師もやってて、食事が美味しいことが評判だったんで、夕食で振る舞われるであろう海の幸に期待しながら、うっそうと木々に覆われた、人一人がやっと通れる細い道を通って帰った。途中、いわくありげな小さい古びたお堂などがあったせいか、幽霊か妖怪でも出そうな雰囲気だな、と、A が冗談めかして言った。風呂に入って汗を流し、期待通りの豪華な夕食に5人全員が満足をしていると、もう何もすることがなくて、暇を持て余していたとき、誰からともなく怪談話を始めた。5人が知っている怪談を話して、何巡かして話も尽きた頃、A が肝試しをしようと言い出した。民宿のおばさんから紙とペンを借りて、一人ずつ例のお堂に出かけ、紙にサインをして帰ってくることになった。最初に言い出しっぺの A が紙とサインペンを持って出かけた。15分くらいして A が、お化けが出たと明らかに冗談とわかる口調で叫びながら帰ってきた。続いて B、C、D と順番に出かけ、いよいよ私の番になった。私は幽霊の否定派ではあるが、このような雰囲気は好きではない。それどころか、できれば避けたいと思っている。しかし、私を怖がらせる目的で、お堂の陰に人影が見えたような、などと会話をしながら、ニヤニヤしている他の4人の手前、平気なふりをして出かけた。月も雲に隠れ、周囲は完全な闇に包まれていた。私が持っている懐中電灯だけが唯一の光だった。なんとか無事にお堂にたどり着いて、扉の前に置いてあった紙とサインペンを回収して帰り道に着いた。民宿の前で待っていた4人と、結局何も出なかったね、などと言い合いながら部屋に戻った。明日も朝から海水浴の予定だから、そろそろ寝ようかとしたとき、A が、おい、お前いつから改名したんだよ、と私に向かって言った。最初、A の言っていることの意味がわからなかったのだが、A から一枚の紙を見せられて、愕然とした。その紙は、私が回収してきた紙だったのだが、私たち4人の名前。私は最後だったからサインはしていない。この4人の名前の他に、見知らぬ名前が書かれていたのだった。しかも、毛筆と思われる字で。
油絵の女。心霊写真はよく聞くけど、風景画に霊が入り込む。そんなことってあるのかと、ふと思い出したので。定年退職後の祖父の趣味が油絵だった。描いているものは人物画だったり、風景画だったり、祭事を描いたりと、こだわりはないみたいで。様々な絵が離れの作業場に飾られていた。祖父の家に行くと、よく新しい絵を見せてもらっていたのだが、その中にある一枚の風景画が、子供の時から見るのが怖かった。なんてことのない、山の中を流れる小さな川が描かれた風景画。木々の間を足首あたりまでの澄んだ水がちょろちょろと流れている。一見癒される絵だ。一つだけ怖いと感じた部分なのだが、祖父にしては奇妙な絵で、風景画だったら風景のみで人を描き込んでいるものは見当たらないのだけど、その風景画には手前に流れてくる川の奥に一人の女性がうっすらと描かれていた。わざわざ描いたのだから祖父の知り合いなのかなと思ったけど、なんとなく聞くことができなくて、なんかこの女の人怖いな、そう思いながら、その絵はできるだけ見ないようにしていた。小学校高学年になって、また祖父の家に泊まりに行ったとき、ふと一緒にいた兄貴に、あの川の絵の女、怖くない？と、なんとなく聞いてみたら、どうやら兄貴は記憶にはないようで、その絵を見に行こうという流れになった。離れに行って、実際にこの絵と兄貴に教えても、人なんか描かれていないぞと言われた。あんまり詳しく教えたくはなかったんだけど、ここだよ、この女の人、と指を指してみたが、お前、俺を怖がらせようとからかってるんだろと冗談に取られてしまった。当時は自分も兄貴は見えているのに、逆に驚かそうと見えないふりをしてるのかと疑いもしたんだけど、高校生になった時、その絵をまた見に行ったら、女の人は絵から消えていた。女の人を最後に見たのは中学三年の夏だったと思う。その時はまだ絵の中にいた。何度か見ていたんで、子供の頃の見間違いとは思えないんだけど、なんというか、今でもその絵を、その女の人のことを思い出すと、ほんのりと怖くなる。